な、今日の映画なんだけど。そんな約束してたっけ。ごめん、また今度ね。あ、俺の名前は後藤エイト、20歳。告白されて付き合った彼女と同棲中の社会人だ。一緒に過ごしてしばらく経つのだが。じゃあ遊びに行ってくるね。どこに？ちょっと友達と会うだけだから心配しないで。どうも最近彼女が怪しい。約束はすっぽかすし、派手な格好でよく出かけているのだ。まさか浮気してるんじゃ。金遣いも荒くてカードの支払いもすごいし。ん？小岩探偵事務所、わざわざ俺宛てに。なんだろう、浮気調査。近所に探偵事務所なんてあったんだ。不安だし一回行ってみようかな。数日後、あの彼女が浮気してないか調べてほしいんですけど。浮気調査ですね。かしこまりました。彼女は鈴木カレンさんといい、俺と同じ年らしい。小岩探偵事務所で働く社員さんで、調査を担当してくれることになった。それにしてもすごい美人だな。で、それよりも今は彼女のことだ。浮気なんてしてないよな、大丈夫に決まってる。そう言い聞かせ結果を待ったのだが、数日後。残念ですが彼女さんは浮気してました。そんな、まさか俺が裏切られるなんて。大丈夫ですか？ええ。って、なんか、嬉しそうじゃないですか。あら、失礼。ですが、浮気なんてする彼女と別れて、いい人と付き合えるチャンスかと思いまして。もう恋愛なんて、できる気がしませんよ。って、探偵さんに愚痴っても仕方ないですよね。そんなことありませんよ。私が、いるじゃないですか。え？安心してください。私なら浮気なんてしません。まさか鈴木さん、俺のこと？っていやいや、冷静になれ。慰めてくれるんですね。ありがとうございます。あ、それじゃ、お世話になりました。こうして、俺は探偵事務所を後にした。そして数時間後。はあ、なんでこんなことに。とりあえず、片付けるか。あの後、俺は、彼女と話し合おうとしたのだが。はあ？こっそり探偵雇ってたなんて、そんなに私が信じられなかったんだ。もういいよ、エイトより大事にしてくれる人と付き合うから。それで部屋を荒らして出ていくとか、本当に勝手だよな。疲れた。ん？こんな時に誰だ？もしかしてあいつが帰ってきたとか。はーい。え、探偵さん、どうしてわざわざうちに？そろそろ話も落ち着いた頃かと思って。お邪魔しますね。ちょっと。あら、また派手に。じゃあ始めましょうか。でもいろいろあって疲れてるでしょ。二人でやった方が早いですよ。あ、ありがとうございます。いきなり家に来たのは驚いたけど、優しさが身に染みるな。はあ、大丈夫ですか？はい、ただちょっといろいろ考えてしまって。ってすみません、こんな話。私がいるって言ったじゃないですか。鈴木さん、さっきはすみませんでした。あなたが辛いのにあんな態度をとってしまって。でも私にはもっと甘えてください。いくらでも力になりますから。もう大丈夫です。ありがとうございました。そうですか、もっと甘えてもよかったのに。そんなことがありながら片付けは無事に進み、すっかり元通りだ。鈴木さん、本当にありがとうございます。それじゃあ私はもう帰りますね。この日で鈴木さんと会うのは最後になると思っていたのだが、数日後。え、鈴木さん、また来ちゃいました。お邪魔します。あの、じゃ、今日は後藤さんが元気になれるようにポトフを。あ、危ない。怪我はないですか？はい、ありがとうございます。で、距離近い。すみません。いえ。
その後、ご飯を作るからと鈴木さんは準備を始めた。悪いですから。気にしないでください。私が好きでやってることなので。嬉しいけど、どうしてここまで優しくしてくれるんだろう。俺、ただの客の一人なのに入れ込みすぎじゃないか。それからも鈴木さんは俺の家にたびたび来るようになった。そうするうちに1ヶ月が経ち。後藤さん、だいぶ食欲も戻ってきましたね。鈴木さんのおかげです。ありがとうございます。後藤さん、そろそろ新しい恋をしてみてはどうでしょうか。いえ、もう俺は恋愛なんてコリゴリというか、もちろん元カノみたいな子ばかりじゃないというのは分かってます。ただあんな思いをするくらいなら、俺は一生彼女なんていなくても。そんなことではダメです。リハビリしましょう。リハビリって？私とデートしましょう。デート？でも俺は、もし私とデートしてやっぱり恋愛なんてしたくないって思うのならそれでいいですから。ダメですか？こんな顔で言われたら断れるわけない。わかりました。じゃあ一回だけ。そして迎えたデート当日。後藤さん、お待たせしました。あ、今日の鈴木さん、いつもより大人っぽくて綺麗だ。それじゃあ行きましょうか。はい。なんだか緊張してきた。ここ私のお気に入りのお店なんですよ。へえ。バーなんて来たの初めてだ。鈴木さん、大人だな。後藤さん、お酒飲めます？俺は、すみません。いえ。鈴木さんはどうして探偵になったんですか？実は私、彼氏に浮気されたことがあるんです。鈴木さんが？その時すごく落ち込んだんですけど、話を聞いて励ましてくれた人がいて、だからその人みたいになりたいと思いました。探偵になれば浮気する人を減らして傷つく人を助けられるかなって。鈴木さん、俺と同い年なのにそんなに信念を持って仕事してるのか、すごいな。お酒も平気で飲んでてかっこいいし、俺鈴木さんに子供だって思われたくないや。その後俺はついつい飲みすぎてしまい。大丈夫ですか？はい、だいぶ落ち着きました。すみません。よかったです。心配しましたよ。俺なんか焦っちゃって。え？鈴木さんがかっこよくて、それに比べて俺は子供で見栄を張って飲みすぎちゃいました。私、後藤さんが思ってるような人じゃないですよ。このバーは友人が教えてくれただけで、まだ後藤さんが元気じゃないようなので落ち着いたところがいいかなと思ったんです。じゃあ次は鈴木さんが好きなところに行きましょう。後藤さん、自分から誘ってくれましたね。え？あれ、俺恋愛なんてしたくないって思ってたのに、どうして？楽しみにしてますね。数日後、鈴木さんが行きたかった場所ってここなんですね。はい、私可愛い動物が大好きなんです。ギャップあるけどなんか可愛いな。後藤さん、見てください、ウサギさんたくさんで可愛い。大丈夫ですか？ちょっとこれは目のやり場に困る。後藤さん、助けてください。え、俺が？お願いします。くすぐったかったです。でしょうね。それにしてもなんていたずらなウサギで、ってなんでそんな不満そうに俺を見るんだよ。引きましたか？え？私前に子供っぽくてがっかりしたって言われたことがあって。そんなことないです。え？落ち着いた鈴木さんも素敵ですけど、今の鈴木さんも可愛くていいと思います。というか、その見た目で中身が可愛いとかギャップがあって最高じゃないですか。ありがとうございます。鈴木さんと過ごす時間はとても居心地が良かった。あっという間に帰る頃になり。後藤さん、
これ今日の記念にもらってくれませんか？かわいい。でもどうしてカピバラなんですか？なんだか後藤さんに似てる気がしたので。そうですか。ありがとうございます。大切にしますね。あの、どうしてここまで俺にしてくれるんですか？それはあなたが心配だからです。浮気された直後で傷ついているでしょうし、放っておけなくて。別に俺が好きとかじゃないんだな。で、なんでがっかりしてるんだ？あ、もしかして俺、鈴木さんのこと。数日後、あれから鈴木さんのことが頭から離れない。あ、あれは元カノ？どうしてこんなところに？鈴木さんに聞いてみようかな。それはちょっと言えないですって。どういうことなんだ？エイト！びっくりした。忘れ物？取ったら早く帰ってくれる？あと合鍵も置いて。エイトは騙されてるよ。え？ちょっと人の郵便物勝手に。私たちが別れたの、あの女が仕組んだことだったの。は？おかしいと思わなかった？わざわざエイト宛に送るなんて。あの探偵、私たちを別れさせようとしてこれを送ったのよ。そんなわけないだろ。あの写真だって本当は合成でもしたんじゃないの？あの人ならそれくらいできるわよ。じゃあ自分は浮気してなかったっていうのか？当然だよ、私を信じて。はあ、信じられないでしょ。それにお前にはもう関係ないだろ。関係あるよ。私エイトとやり直したい。浮気疑っちゃったこともあの女のせいなら仕方ないよ。許してあげるから。俺はお前のこと許せないから無理だ。はあ？せっかく私が下手に出てあげたのに。もういいよ。出て行った。想像しいやつだな。でも俺宛で浮気調査のチラシが届いたことは不思議だったんだよな。まさか鈴木さん本当に？もう俺は何を信じればいいんだ？あ、鈴木さん、俺が落ち込んでる時いろいろしてくれたよな。鈴木さんがいなかったら俺は今頃立ち直れてなかったかもしれない。やっぱり俺は鈴木さんを信じよう。数時間後、突然呼び出してすみません。実はちょっと確認したいことがあって。あの、俺の元カノが浮気調査のチラシを俺宛てに送ったのは鈴木さんだと言っていたんです。でもそんなの違いますよね。本当です。え、そんな、どうしてそんなこと？実はあなたの彼女から浮気調査の依頼を受けていました。元カノから？そうですか。俺、彼女を大切にしてたつもりでしたけど、きっと不安にさせてたんですね。そんなに落ち込まないでください。彼女さん、早く浮気の証拠を見つけてよ。好きな人できたから別れたいしって言ってたので。え？自分から振って悪者になりたくなかったんだと思いますよ。裏を返せばそれだけ後藤さんが完璧な彼氏だったんじゃないですか？実際調査をしても浮気なんてしていなくて。でも彼女さんは堂々と浮気してて、私許せなかったんです。だから後藤さんにあの郵便を出しました。だけど私の言うことなんて信じられないですよね。いえ、信じますよ。でもそんなに俺に気を使わなくてもよかったのに。え？自分が別れさせたみたいで申し訳なかったんでしょうけど、この件がなくても別れてたと思うので気にしないでください。違います。もちろん罪悪感もありましたけど、私後藤さんのことがずっと前から好きだったんです。ずっと前から？はい。後藤さんは忘れてると思いますが、昔私を助けてくれたことがあるんですよ。これを見ても思い出しませんか？あ、まさかあの時の。それは俺が高校生の時、塾の帰り、俺が公園の前を通りかかると泣いている女の子がいた。あの、何かあったんですか？
私、彼氏に浮気されたんです。いえ、そもそも私は本命の彼女じゃなくて、最初から浮気相手だったみたいで。そんな。好きだったのでダメ元で告白したら OK されて嬉しかったのに、都合よく利用されてただけだったんです。それなのに私本気にして、こんな思いをするくらいならもう恋愛なんてしたくない。大丈夫です、今度はもっといい彼氏ができますよ。でもまた浮気されたら。安心してください、俺がいます。その時はまた話を聞きますから。ありがとうございます。それから塾の帰りに時々彼女と話すようになった。しかししばらくして俺は引っ越すことになり、そのことを伝えようと公園に行ったのだが、あいにくその日彼女は現れず、それ以来会えなくなってしまったのだ。あの日私は風邪をひいてしまったんです。だから急に会えなくなって嫌われたのかと思ってました。すみません、連絡先も交換してなかったのでそのままになってしまって。でもまた会えてよかったです。後藤さんは私の恩人なので、彼女にひどい扱いをされているのが許せなかったんです。勝手なことをしてごめんなさい。いえ、それは私、後藤さんのことを励ましたくて家に行くようになりました。今度は私が力になりたいと思って。でも気づいたら好きになってしまっていて。後藤さん、今度は新しい彼女と幸せになってくださいね。さよなら。鈴木さん、待ってください。俺はあなたと幸せになりたいんです。でも私にそんな資格は。確かに驚きましたけど嬉しかったんです。え、浮気されてから自分が価値のない人間に思えて、そんな時に鈴木さんが俺を大切にしてくれて、俺自信を取り戻せました。後藤さん、俺鈴木さんが好きです。しっかりしているのに可愛い面もあるところも、仕事を頑張っているところも、全部全部好きです。後藤さん、私も大好きです。こうして俺たちは結ばれたのだった。それから風の噂で聞いた話だが、元カノは新しい彼氏に浮気されていたらしい。あの時は俺が浮気しなかったことを思い出し、よりを戻そうとしてきたのだとか。自分が浮気していないといえば復縁できると思い、俺の家にやってきたようだった。それからも付き合う彼氏にことごとく浮気され、今は彼氏のいない寂しい生活をしているとのことだ。一方、鈴木さんと付き合い始めた俺は自分に自信が持てるようになり、職場でも責任のある仕事を任せてもらえるようになった。鈴木さんは変わらず探偵の仕事を続けている。そして数年が経ち。ただいま。今日遅かったね、何してたの？それは。そういえば最近ずっと遅いような。なんで気まずそうなんだ、もしかして。いや、まさかカレンがそんな。これ選んでたら遅くなっちゃった、結婚記念日のプレゼント。不安にさせてごめんね。どれにするか毎日悩んで、いろんなお店を回ってたの。カレン、ありがとう。私にはエイトだけだよ、これからも絶対よろしくね。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。